ネバダ州ラスベガス T モバイルアリーナ満杯の中試合を行います。パッキャオそしてウガス、左をついていきます。テクニックは十分、トップアマだった時代が長くあります。ウガス手を出していきます。42歳、この体を作ってまいりました。パッキャオやり、あ、随分とやっぱりリーチ長いですね。西岡さん長いですね。スーッと伸びていきます。ただパッキャオは、まあ、往年のパッキャオは少なくとも この距離いとも簡単に飛び込んでいく、そのスピードを持っていました。この試合ではどうでしょうか。マニーパッキャオ、何しろ2年と1ヶ月コロナ禍という問題もありました。時間が空いてしまいました。パッキャオ、長いリーチを伸ばしてきます。ウガス、おお、下からボディ、いつものように動きます。パッキャオ前後の動きが中心になります。マニーパッキャオです。パッキャオ動きいいですね。ちょっと今です、今逆にウガスがバタつきました。パンチのキレはすごいありますね、はい、ガードをしっかりと上げながら近づいていきます。おーおー、入れ替わります。ロープを背負いました。パッキャオ右カウター、パッキャオのパンチです。今度は左、おお、ウガスも打ち返す。すごい、ウガスガードを上げました。そのガードで軽く左叩きます。今度は右を出します。パッキャオもガード絞ります。おお、踏み込んできました。勇敢です。ウガス、ウガスは結構リーチはあるんですけど、接近戦でパンチ出しますからね、はいはい、スタミナはあると言われているウガス。だからパッキャオが打ち込んでも、まあ、相手が打ち込んでもウガスっていうのは、ね、あんまり下がらないんですよ。少しバックステップするぐらいです。受け止めてその後すぐ打ち返すんですよ。自分のキャリア最大の試合を今行っているウガス。パッキャオは、まあ、急遽対戦者がサウスポーからこの右スタイルに変わりましたが、全くそれを苦にしないという話もしていました。右の選手とはいい選手とたっぷりでやってきてました。これまでのキャリア、マニーパッキャオ、ちょっとパッキャオはやりにくそうにしてますね。何についてやりにくいんでしょうか、ね、距離でしょうか、長い腕でしょうか。イズムみたいにパッキャオが飛び込んだら普通は相手下がるんですよ、はい、でそれは下がらないんですよ。だからちょっとあれって思ってますね。で遠くからこのリードブローが伸びてきます。おお、いいパンチです。入ってきます。パッキャオ、おーと押し返しました。ここで第1ラウンド、ゴンが今鳴りました。終了です。第1ラウンド終わりました。両コーナーに分かれます。マニーパッキャオ、そしてヨルデニス・ウガス。まずジョーさんからポイントお願いします、はい、1ラウンドはパッキャオの方が手数出してましたからね。10対9、私もパッキャオ10対9です。はい、分かりました。あ、うん、そう見ました。過剰警戒なのか、まあ、人生最大のカードですからね、これはね、固くもなりましょうというところかもしれませんが、パッキャオの動きにちょっと絞ってください。パッキャオはどう見ました、実際。まだクエスチョンマーク付きですか。いや、いいのかな、悪いのかな、はい、その相手の出方を見るっていう方法もあるじゃないですか、はいはい、それをね、手数を出してグローブの上からでもいいから、早いコンビネーションを当てながら相手の出方を見ましたよね。お互いにポン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 リードブローを出し始めました。第2ラウンドです。わかりました。じゃあ西岡さんはパッキャオ動き自体の話なんですけども、どのように見えました。パッキャオの調子はすごくいいです。はい、はい、ただウガスのその、ま、ウガスを相手にしてこのやりにくさですよね。あ、はい、そういえばね、先ほどおっしゃいました、具体的にそのやりにくい、こういうところがあるからやりにくいんだというのはどういうところでしょうか。だから普通パッキャオがフェントかけたり手数を出して絶対下がるんですよね、はいはい、それが下がらないですよね。あ、はい、確かに下がらないですね、はい、それと1ラウンド目の後半からウガスがジャブ使い出したんですよ、はい、それもちょっとやりにくそうですね。このリーチの長さでジャブ使われるとパッキャオ入りにくくなります。右を差していきます。マニーパッキャオ、これが入ります。パッキャオもちょっと動いた方がいいかも分かりませんね、はい、今気持ちが前前になってるんで、るいつものこう、サイドに動きながら飛び込むっていうのが今ないですよね、はい、42歳マニーパッキャオ、左出しました。距離を取ります。伸びてきますね。うがす、右も左もよく伸びます。パッキャオの武器っていうのはね、あのインアンドアウトムーブっていうのは出入りの速さなんですよね、はい、
ガードで顔を隠すぐらいに上げています。マニーパッキャオ、ボディ打ちに来ました。強いボディですね。今ウガス中でやってきます。近い距離でもやっぱり西岡さん、ウガス戦えるんですね。戦えるんですよ。その打ち割りをすぐ打つのが、ね、はい、ものすごく早いんですよ。長い距離はもう見ての通り、長いところからこのリードブローを出すことができます。近づいてもパンチを繰り出します、はい。打ってこなかったらちょこちょこ内側から打つ、あと外側からのボラアウトのようなパンチも打つんですが、今日はパンチの返っていくあたりをタイミングとして待っています。左伸ばしました。パッキャオ、今ねイスマイルサラスのビジョンとボディ、はい、デレチョアバホって言ってたんですね。右でボディ打てっていうのをサラス、ウガスに言ってました。ウガスのトレーナー、はい、サラスさんがそう言っていました。右手でもう一回言ってください。右でボディ打てって、はい、右でボディを、はい、だから右アッパーなのか右ストレートボディなのか。ウガスの右にも注目です。左出しました。パッキャオ、パッキャオがちょっと動きが止まったのか。ちょっと動いた方がいいですね。はい、飛び込んできます。左右の動きというのも相手の目の前にいていきなり飛び込むという形がちょっとこの立ち上がり多いようです。第2ラウンド終わりました。まあ、2ラウンド目は私はウガス、はい、私もウガス10対9ですね。2人ともポイントウガスに与えました。ローチさんがまず中に入りました。ちょっと当てよう当てようとしすぎです、距離的にね。だからもうちょっと動いてリズム作って。この2人いろいろな長所があります。パッキャオに一番勝っていると思われる、またよく言われるのが攻撃力、それからその経験値、ビッグマッチをたくさんやってまいりました。その経験値がこの後その辺を修正してくるのかもしれませんけれども、チームも策を授けます。今のスローのパッキャオのミニフックの後のウガスのパンチ早かったですよ。はいはい、現地の噂ではウガスがですね、このもう本当に直近になりまして二頭筋を痛めたんじゃないかというなんか噂が流れたらしいんですが、どうやらこの動きしていると、見せています。それはまあ気有というか、やっぱり1ラウンド目にダウンも2回取ってますし、そうですね、